マリーンドルフ伯爵は前年のカストルプドーランの時に人質とされてキルヒアイスによって救出されたその一人娘であるヒルダは単身ラインハルトの原水府を訪れ来るべき内戦に際して味方をすることを告げたその大胆さと政治的敬願優れた戦略センスに関心し興味を抱くラインハルトまさにその時門伐貴族らがリップシュタット名約を結んで動き出したとの法が入り 帝国を二分する内戦に突入した。